はい、5月の4日。はい、木曜日。はい、朝の日な。今日ももう素晴らしい快晴です。はい、雲一つありません。とても暑いです。黒い格好して俺がバカみたいです。でも今日は久々に中が半袖だから、うん、変な感じ。意外と肌を出すよりもなんか長袖の方が涼しかったり。うん。当たるとね、暑いからね。はい、今日も、ゴールデンウィーク2日目ということでお客さんがワンサか来ると思います。来ました。やっぱりプレハブをね奥に落ち目たことでよりあのアスファルトの道通ってってねっていうのが分かりやすくなったね。説明もしやすい。より地図と同じになった。着々とこっちの工事も進んでます。屋根がついた。すごい。さて何ができるかはお楽しみ。はい、今日も恒例の卵拾いから行きます。屋上に入るとやや風が強い。おはよう。ね、今日もみんな元気そうだな。はい、このレーンには卵が落ちておりませんでした。はい、最近腕が筋肉痛なのはきっとこうやって毎度カメラを持ち続けてるからだと思います。ベターっとして。おはよう。今日はゼロの日かな。そう、卵がゼロであっても今の俺らにはヒナがいるから。はい、いやでも卵いっぱい生まれてほしいんだけど。あの次入れるやつが足りないんだっけ。足りないというかいつもより数が少ない。そっからまた減っちゃうんだもんね、最終的に。そうだ、ね、減るかもしれない。帰りに行きたいですね。いや、ここも綺麗に屋根がついて、欲しいんだな。これでも早急に欲しいね。確実に俺の声しか入ってないな。うさぎの羽が閉じそうだ。お前どうせこの羽も。おはようございます。
入りたいけど入れない。まだ中に入っても大丈夫かな。うん。集団認知はないと思うけど。え、ダチョウって集団認知するの？いや、しないです。敵だーってボコ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 。そこまでなんだろう、なんだろうね、土足性はないような気がする。あ、でも新入りをみんなでいじめるのはある。うん。最初の洗礼だね。はい、今日の朝の卵取り、最後の希望、メスの楽園。なかなかね、ないよね。あれ？ダメそうだ。ということで今日の朝の見回りでした。皆さん、はい、ゴールデンウィーク2日目もお過ごしください。元気にね。バイバイ。